明治だ。お、チブドね。お、だけど32、3あるね。もうちょっとあるかな。32、3かな。メジナがいるのはいいことです。足場が低すぎてよく見えないなこれ。まあだけどメジナがいるのはね分かったんで、よっしゃ来いよ。うわ、イスズミがいる。イスズミ、あれイスズミでしょ。あれ餌取りも出てるんですね、沖までね。もっと遠投か、さらに向こうかな。仲間はメジナらしき姿が見えるって言うんですけど、僕は何も見えないですね、ここね。餌かけ取られてる。餌取りも半端ないからね、第一堤防は。しょうがないんですよ、これね。まあその分、メジナの魚影も濃いですから。おお、ある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 。35ぐらいいったんじゃないの。何気にコマセ減るの早い。もうコマセすぐなくなっちゃうよ、これ。やびきちょっと、いや、サトルしかいないもんな、あれ。よっしゃ、メジナがたまに見えてるんでですね、ちょっとやってみましょう。竿忘れたな。頼める配合だ。どうやったらでかく見えるかなこれ。20センチぐらい。そうですね。20センチちょっとないぐらいですね。なんだこれ。いやいや。ほら。いやすげえじゃない。なんかえらいちっちゃいんですけどこれ。何これ。サイズか。はい、さよなら。はい、ちょっと仲間からのコマセをもらったんで、ちょっと張り切って後半戦やってみますね。もうラストスパートなんで。はい、針を5号に落としました。ダメだ、もう何も釣れなさすぎる。よしきちゃん、来た来た。うん、あ、切れた。なんで5号なんかに変えたんだろうね。もう地元ないですもん、だって2個ね。針は6号に上げました。いや悔しいんでですね、バカだよな。なんで我慢してなかったんだろう。まあ7号だったら食わなかったかもわかんないですけどね。まあ結果論だよな。うん、やべって、そこは、いや、わからない、わからないですね。メジナスネだけどね、メジナスネ、どこ行くの、
やめてそこは。お口太っぽいですね口太っぽいな。いや30センチぐらいです。ほら、ガリガリ、はいです。だけど1匹ぐらい持って帰ろう。31センチちょっと超えたぐらい、まあ持って帰ろう1匹ぐらいね。